昨日も言ったけど、本当にね、本当の神様仏さんっていうのはね、信ずるからある、初めてあるっていうのが神様仏さんじゃないですよ。信じても信じなくてもね、あの拝んでも拝まなくてもあるのが本当の神様仏さんだ。でまたそういう拝んでも拝まなくても、信じても信じなくても、思っても思わなくても、そういう深さにある、拝む拝まないを超えたところにあるところを拝むんです。そういう生命の実物を拝むんです。だから発心百千万発しつつ、その拝むんですね。だから初めから言うようにね、あの大体ね、あのそういう生命の実物に帰って初めて生命の実物じゃない、いいですか、奇妙しようとしまいと我々事実生命の実物生きてんだ。で帰ろうと帰るまいと、拝もうと拝むまいと、それに変わらず生命の実物、我々はそういう、そのもうすでにその天地いっぱい絶対一元のその生命の実物光明の世界に生きているんだ、もう事実ね。そこのところにまた人間のいろいろなあの動きがある。それっていうのは、その我々がさっき言ったように、あの今初めに言ったように、我々が あの人間理性っていうこの眼鏡かけて見てるからだ。ところがこの人間理性っていう眼鏡そのものも、これまた生命の実物なんだから。だから要するに、本当はもう無々生児だね、生児あることなしのその、生命実物ですよ。ところがそういう無生児、生児あることなしのところでまた生児してる、そういうその生児のないところで生児しているっていうね、いうのはこれ我々のあれなんですね。そういう当の本人としてだ、この当の本人としてそういうその生じあることなしの生じっていうのはどういうことかっていうね、もう一遍こう深めて考えてください。そうするとね、あれかこれかじゃないんだ。我々生じするって言って言いながらね、あれかこれかじゃない、生が良くて死が悪いってんじゃないんだ。この我々生じしながらも、生でも死でもどっちへどう転んでも老い命だ。これが今その産む生児心亡命後自他幸不幸など二つに分かれる以前の実物の命の深さで生き死にするでしょ。だからどっちへどう転んでも老い命だ。このあれか、あのこういう丸か罰かの話じゃないんだね。マルカバスカの話じゃなくて、もう絶対一元の世界なんだからね。だからどっちへどう転んでも老い命、成功しようと失敗しようと、実現しようと実現しまかろうと、どっちへどう転んでも老い命だ。しかしながら同時に、今この実物こそ老い命、この今我々出会ってるところがこれが事実。今こうやって今私としてはね、こうやって今喋ってるね、これだけが老い命だと思って喋ってんだ。それでもって、これがうまく喋れたら喋よう喋ろうとかね、なんとかっていう話じゃなくなっちゃってるわけね。どっちどう転んでも老い命であると同時に、今この実物こそ老い命だ。
それがこの今あれですね、このどっちどう転んでも御命である限りね、本当はどうあってもいい、このどうあってもその生命の実物からね外へ転がり出ることはないんだ。だからまあ安心してていいんだね。そのじゃあの、汽車に乗っててね、あのこの汽車ガタ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 ね、そのよく揺れる汽車だなって言ってね、首振り汽車でこういう気分が悪くなるし、行っててもちゃんと汽車乗っけてってくれるもんね。それどっちどう転んでもあの私の思惑とは関係なしにこうあの汽車乗っけてってくれる。神様だってそうなんだね。なんだこの神様ってね、一体どういうつもりでこんなつまんない世界作っちゃったのか。こんな時代に子供を産むなって言って私は盛んに言ってるけど、それでもちゃんと神様神様で結局ね、あの五の中を読んでください。どっちどう転んでも御命、十方仏土中唯無一乗法。これも法華経の方便本の言葉です。十方はね、これ十方ってどっちへどう転んでもっていうことだ。これはもう仏さんの世界の国土の中の話。これであのこの間うちも法華天目家っていう正法現像のね、法華天目家っていうのをあの総選寺で読んできてるけど、この法華天目家の巻の一番初っ端にこの十方仏土中は仏の唯をなりってね、そういう言葉が出てくる。そして道元禅師の、一番、まあ、大切な言葉として、その十方仏土中は仏の唯をなり。それでオン命って、あの六のオン命って、この生じはすなわち仏のオン命なりって。私はオン命っていう言葉を使ったのはこの、生じは仏のオン命なりっていう、あのこれは道元禅師の、生じ、あの正法現像の生じの巻の言葉です。結局ね、その生涯よく、今の人は生存だけが価値がありで、死ぬのはあの無価値、没価値だと、もう決め込んでるわけですね。そうじゃないんだ、その生も死も同じようにね、仏さんの御命。これ元禅師のあの生死は仏の御命ないっていうのは道元禅師の本当の最後の言葉だと思う。で結局ね、そのどっちどう転んでも御命だって、そこで初めてね、これを大心っていうね、大心というのは無分別心だ、分別を超えてる、あれがいいこれが悪いっていうんじゃない、どっちどう転んでも多いのちっていうのが大心。本当にね、どっちどう転んでも何から何まで仏の多いのちだっていうところにね、また大安心の世界があるわけだ。我々ああしなくちゃダメなんだ、こうしなくちゃダメなんだっていうんじゃなくて、どうあってもいいんだっていうね、そこで本当に大安心の世界があるんですよ。これがまずはっきり決まらなきゃなんないね。いや
決まらなかったら決まらないところが、あれも、大安人の世界だ。それで、と同時に、何から何まで、その、自己の生命の実物だからね。あれも、この自己っていうのはね、本当にこのちっちゃい自分だけじゃなくって、もうその生命そのもの、生命の実物そのものが自己なんだからね。そうすると何から何までも仏の御命、自己の御命だ。そうするとこれはまあ大事にするっていうのは当たり前だ。一生懸命ね、まあ普通の人でも自分の持ち物だとバカに大事にするじゃない。それと同じだ。それがね、出会うところ、我が生命って私が前に言ったことがあるけれど、その何もかも私の我が生命の分身だから、だからそれを本当に親心を持って、その大事にし、それで面倒を見るっていうね、これが老心っていう。老心というのは親心ということです。そしてですね、そういう親心を持って、そしてその面倒を見るというところで、ね、初めてね、その我々のね、生きがいっていうものがある。生きがいっていうのがね、親が我が子を面倒を見るっていうところに生きがいがあるんでしょ。でそれと同じなんで、そういうの私の本当の生きがいがある、それを寄進。これはね、道元禅師の天蔵教訓では三心って言ってるね。これはね、その私、まあいろんな話の結局いつでもね、締めくりいつでもこの道元禅師の三心になっちゃうんだね。そういうつもりじゃないんだけれど、結局そういう話になっちゃうっていうことは、この道元禅師のその三心っていうのがね、人生態度の根本的なあり方だと思う。我々が生きていくっていうことの根本的なあり方ですね。だからね、今この三心を寄進老心大心の三心を今このどっちへどう転んでも御命、今この実物こそ御命っていう二つの句でもって、まあ私としては言ったつもり。それからね、もう一つね、同時にね、このどっちへどう転んでも御命、今この実物こそ御命っていうこの肉はね、同時に我々あらゆる行動の時の心構えであるとも言えると思うんですね。我々がいろいろの行動をするその時の心構え、この心の置き所だ。大体ね、私何か行動する時にね、非常に私はその小さい時から何て言うかな、外へ出て遊ばせられなかったもんだから、家の中でぐじぐじその今の、マンションの子供たちと同じようなもんだ。家の中だけでもって、はい、育ってきてるから非常に物おじする子供だったもん。未だにそれが未だに引き続いてるわけだね。で
そういう、だから何か行動するときに一体どういうところにね、自分の行動、あの心の置き場所ですね、どういうところに心を置いたらいいのか、これ金がね、そのいつも迷ってきて、ようやっとね70になって、ちょっと遅いけどね、70になって、ああここだってね、ようやっと分かったのが今のこのどっちへどう転んでも御命、今この実物こそ御命っていうね、二つなんです。というのはね、例えばね、心の置き所っていう点から言ったらね、あの沢庵和尚のね、沢庵禅師のあの不動地神妙録っていうのがある。これはあの柳生田島の神に書いて渡したって言われてるけれど、大体この、剣士がね、剣を持って相手と向かい合った時に、その、相手の 右の手に心がと止まったら、もうあとは全部が隠れちゃう、見えなくなっちゃう。あるいは左のところに、思いが止まったら、あとはまた見えなくなっちゃう。どこも心を置かないのが大切っていうような話が出てるわけ。だからまた一本の 木に対した時に、その一つ穴葉っていって葉っぱにね心を止めたら、あと全部が見えなくなる。そうでない、どこへも心を置かないで見た時に全体が見えているっていうような話が不動地神妙録に出てます。しかしながらね、もしどこへも心を置かなかったらね、そういう達人ならともかくね、我々がどこも心を置かないでこうやってるとボーッとして寝ちゃうんじゃない。これダメなの。いや私やってみてダメなの。例えばその剣道の時、どこも心を置かないでって言ったらやられちゃう。これダメだっていうことははっきり分かった。そうするとね、しかしどっかへ心を置きゃまたこれもダメなの。その点ね、お相撲さんでもそうだ。この、今度の一番でもって優勝もするだろうし、横綱にもなれるぞっていうような大関ね、今度の一番っていう時に、その土俵上がるのにどこも心を置かないって言ってボーッとしてそんなバカなそのことはないね。やっぱり闘志満々で土俵やば上がればこそ、そのいい相撲も取れるんじゃない。ところがあんまり闘志満々でカンカンになってたらそしたらぜひとも勝たなきゃって言ってやってたらばだね、いわゆるプレッシャーがかかるって言ってそのプレッシャーがかかっちゃって、それで、全てが硬くなって動けなくなって、それでコロンと曲げちゃうって言ったね。こういう時実際にどこへ心を置いたらいいんだ、このそういう心構えはどこへ置くべきかっていうね、それが私のそのだからずっとのね、まあ問題だったもん。いやその辺ね、その辺が器用にやる人があるんだね。でまあそういう器用にやる人がそういう勝負やなんかでも優勝してね行くんだと思う。だけれど今度私みたいにその辺が非常に不器用で、そして非常におじおじする人間っていうのはね、どうしたらいいもんか。本当に自分で納得する心の置き場所をその決めておきたかったわけだよ。それでもってまああれしてきたんだけど、それっていうのはね、今死ぬっていう土俵に登った時だ。どこへ
これをいただいんだろうなって、これじゃあねやっぱりあた、うん、せっかく私はね一生かけて、それはどんな死に方したっていいですよ、しかしながら同時にまた一生その生死っていうことを問題してきた限りはやっぱりこの俺の納得するところで死にたいもんね、そういうつもりで死ぬっていう土俵に上がった時にどういう心の置き場所でその相撲を取るかってそれが私決めたかった。それで結局決まったのが今どっちへどう転んでもお命、今この実物こそお命っていうことだ。というのはね、今までね心の置き場所、心の決めどころっていうのね、ぜひとも一つだとこう思ってたんで、ところがそうでない、どっちどう転んでもお命っていう極だ、極ですよ。だから今この実物こそ御命っていうこの両極だね、この両極を軸として、そして初めて生命っていうのが回転するんだっていう、だからどっちでもどう転んでも御命っていう限りね、どうあってもいい、合格でも不合格でも御命、それから勝っても負けても成功しても失敗しても御命、だからどっちどう転んでもね、もう自己切りの自己の生命の実物なんだから、どうせ我々私はねこれもう私っていう自己切りの自己の生命の実物以外ないんだから、だからどっちどう転んでも御命、これ十方仏土宗だ。それと同時にだね、そのだから今この我々いろんなあれかこれかっていう分別する能力があるんだからね、その能力を持ってそのどっちどう転んでも御命っていうところに決めることだ、あれじゃいけないこれじゃいけないっていうんじゃなくてね、なんとかうまく死にたいっていうその楽に死にたい、の人に感心されるような死に方がしてみたいと、そんなことじゃない、そんなんじゃなくって、どっちどう転んでもお命、もがいて苦しんで大苦しみして苦しみしてもクソまるけになって、そしてああとうとうあいつはクソまるけになって死んだって言うと、それでもいいんだ、そのどっちどう転んでもお命なんだ、あのクソまるけになって死のうとね、他人のクソじゃないの、俺のクソだそれで自己切りの事故だそれでいいんだ、そこにね、だからあれかこれかっていう分別を働かすんなら、そういうふうに分別働かしてどっちでも転んでも多いのちっていうふうに決めることだね、これは極です。それと同時にどっちどうか転ぶのは今後のことだ、今差し当たりというのはね、前からの続きで、まあ我々が私はいじけたあのおじおじするあの人間中、これ前からの続きだ、その続き、そしてしかしながら今この実物は、この実物こそ御命だ、これもその俺はこの実物だからダメだとか考えなくていいんだ、それが実物なんだから、これがお命と思わなきゃしょうがない、の俺はの育児なしだからで、そっちの方ばっかりね聞いとられない必要ない、育児なしは育児なしなりに、ふんぞり返るっていうそのつもりで、そのどっち今この実物こそお命ってね決めることだ。でその両極ですね、その両極がねの片っぽになってダメだね、どっちどう転んでもお命っちゅうなばっかりの方へ重みかかるとバカになるそれから
今この実物こそお命じゅんとばっかりあれすると気違いになる大切なのはバカと気違いっていう両極ねどうせね我々人間ねバカと気違いのね両方持ってんだから両極持ってその両極を極としてその軸で回転するって それがね中道っていうんだで今この実物こそ多い命っていうのねそれのまあ七の中を読んでみてください供述通訳まあこれ供述通訳しても分かんないからひねもすよもすがらっていう花振ったんだけどひねもすよ よもすがら物来たりて真にあり真偽して物にあらしめ一等に他と将軍弁道すっていうね。これも道元禅師の天祖教訓の言葉ですこのね天祖教訓っていう本は素晴らしい本でねそれであの私坊主になってから天祖教訓の話を沢木老師に聞かされてからぜひとも天祖教訓あ天祖になりたいと思って、ね、天祖っていうのは台所の仕事する人ですね総理でねそれで天祖になりたいと思ってだけどまあ初めから天祖にはなれなかった何しろ ご飯一つ炊けない男だったんだからのそんなのが天祖されちゃ困って向こうから答えるそれでそれでもその後何年か経って私が天祖になってそれから何十年ってまあ十数年ね天祖はしてきてますでその天祖の間天祖教訓はいつも故郷昇進っていうけどね古い教えを通して我が心を照らすっていうことだ故郷昇進してだから天祖教訓を照らしつつ私転造してきたそしてまあ人生料理の本っていう本もまあ書いたわけだけどねこの転造教訓をねギリギリのところを一口で言ったら何か言ったらね私はこの転造教訓のこと中でもってこの言葉をあげるね要するにひねもすよもすがらだ物来たりて真にあり真偽して物にあらしめ一等に他と将軍弁道すそれで私はそれを天蔵教訓の人生料理の本を書くときにあれしたけど出会うところ我が生命っていう言葉を言ってるこれ物と心と一つになって義と他と一つになってってこれ、結局ね仕事今やってる仕事の中あるいは物の中にズボリ込むことだズボリ込むってなどういうことですかってやつがいるけどねズバンとね入ることだそのこのズボリ込むってことは素晴らしいこと天蔵教訓はこのいろんな仕事の中にズボリ込むっていう話が書いてあるこのズボリ込むことにはねそのズボ本当にズバッとこう入るねそのことの裏付けにねどっちへどう転んでも御命っていうのが裏側にないとダメですよそうでないとね夢中熱中ってやつになってや例えば麻雀に真棋して物に荒らしめ麻雀棋して心に荒らしめって、ね、一等に他と麻雀と将軍弁当するってそういうことになっちゃうもんねあんなそういうのは熱中夢中っていうの熱中夢中と嗜観とは違うんだ嗜観が嗜観であるのはねどっちへどう転んでも多いのちっていうねそういう大心があればこそ嗜観なんだ
釣り三昧って、あれが三昧かね三昧がそんなんじゃダメだ。本当の三昧っていうのはもうどっちへどう転んでも命、ね、全体を命ねにしていればこそ本当に三昧だからね。どっちへどう転んでも御命っていう裏付けがあって初めて士官になる。そして今ズバリ込むっていうことは、今地獄へ落っこったら地獄へ落っこったとこへ ズバリ込むんだね。そしたら地獄はズバリ込んじゃね、地獄は俺の住みかだわ住みかだったらあんた地獄勤め上げりゃいいんだ。とにかくこの出会うところ我が生命、このそういうズボリ込む姿勢っていうのね、これがまあ修行のしどこだ。お互いねのいやこれはの剣道をやる人は剣道 においてそれを修行するんだろうしね。だから自動車運転やる人は自動車運転でこれやっぱりズボリ込むっていうところを修行するんだろう。のそう、ね、人生の達人ならそれじゃあもう自動車運転も飛行機運転も何でもできますから、そんなバカなことない、ね、の宅安全時に剣を持たして見たかったね一点には叩かれんじゃないその点ね、その迷わずにとにかく出会うところにそのズボリ込むっていうね、そこが修行のしどこだ。それでどれほどズボリ込めばいいんですかってまたねそういうその、ね、度合いを言う人はいる。そういう比較の問題じゃない、度合いの問題じゃない、深さの問題。これもその度合い深さの度合いだとかね、その合格不合格だとかっていうのを超えているところが深さなんだかね、そこを修行するんだ。それで無生寺の士官生寺、これもちょっとその中を見てください。出入りなしの出入りは士官のみ、これ無生寺の生寺は士官の、これね出入りなしの出入りっていうのは、昨日も言った紅茶が出入りしてるわね。しかしながら全体としては出入りなしだ。ところが今それもこう観察してみて、ああいう風かって言ってね、まあ、私はそういう意味で説明したわけだ。しかしながらこれまた向こう側の話だ。今私はそれの当人、当の本人だ。今当の本人としてはどうしたらいいのかってね、あの出入りなしの出入りっていうの、当の本人としてはどういうことなのか、これまたじっくり自分においてこの深めなくちゃいけないね。そうしてみるとね、出入りなしの出入りっていうのは士官以外にない、ただっちゅうこと。だから士官っていうのはひたすらただの意だ。だいたいねその我々どうあろうとね自分を生きるものは自分以外ないんですよ。私もあの弟子たちもそう言ってんのね、向上するのも自分持ち、堕落するのも自分持ち、自己を生きるものは自己以外ないとかね、これだけは間違いないんだから。それでそのどうしなきゃなんないって言ったらどうもできないもの、人のことは。でおのおの自分が自分を生きるっていうね、本当のその姿勢になる以外にないんですよ。
人がどうしてお前それじゃいけないって言ってね、弟子たちにいくら言ったってダメなんだから。そうじゃない、自分は生きるものは自分以外ない、向上するのも自分持ち、堕落するのも自分持ちって、それ以外ない。それでそういうその向上しても自分、堕落しても自分、そういう自己切りの自己でもって出入りないってなるとどういうことか。結局ただ以外ない。で その主観生じる。でこのその主観生じのその次のところを読んでみますと、麻欲山法鉄禅師、扇を使う、ちなみにそう来たりてと、風生成就無所不修なり、何をもてかさらに和尚扇を使う、師曰く、何時ただ風生成就を知れとも今だところとして至らずということなき道理も知らずと、そう曰く、いかならんか、これ無所不修定の道理、時に師扇を使うのみなり、そう礼拝す。これは消防現像天あ現状公案の最後にの締めくくりの言葉だ。これ消防現像のね中でも一番大事な巻きって、まず現状公案の巻きあげるじゃない。その現状公案の巻きの最後の締めくくりの頃って言葉なんだっていうことを印象しておいてください。だからこれ大切な話だ。これは一体どうなのかっていうと、早い話がね、あのこれ風生成就無所不修って、これ天地いっぱいの風があるわけだ。それをね今ここでもっとこうやって仰ぎ出すんだ。これただ仰ぎ出すよ以外ないんだ。今ここでやる以外ないんだ。それと同じように我々ね、どっちへどう転んでも天地いっぱいの命生命を生きてるんでしょ。その天地いっぱいの生命を今ここで仰ぎ出すっていうの、これが主観、主観生じだ。無生じ、無生じって生じあることなし、天地いっぱいの生命の実物です。これを今ここでもってとにかく主観生じ、今仰ぎ出す、それが無生じの主観生じっていう私の言葉だ。つまりね、どっちへどう転んでもお命、今この実物こそお命っていうのはね、その、まあ、人生態度としてはさっき言ったこの三心です。それと同時にまた何か行動する時のその心の置き場所っていういう点から言ったら2極だ。2極ですね。それから無生じの主観生じというのは1行だ。要するに1行2極3心っていうね、いかにも昔からあったみたいじゃない。古典的風格のある。でまあ、これで一応ね、この私の書いた庄司北九師匠の一日の言葉の解説を申し上げたわけですがね、以上まとめてちょっとお話しすると、大体我々こうして生きてる限りね、その、ちょっとでもね、まあ、できるだけ長生きしたい、あるいは健康で生きたいとね、まあ、こう考えるのはまあ当たり前だ。そして、まあ、病気したらできるだけ早く治りたい、で健康でいたいとか思うんですね。まあこれ生理的に生きてる限りそういう気持ちがあるのは当たり前です。要するにあれかこれかっていうのは分別しながら、
そしてそこに生存的価値観を働かして、長生きしたい、病気したくないね、早く治りたい、そういうこと、要するに短命より長寿、それから病気より健康って言ってね。しかしこれ生存的価値観である限りね、中途半端なことも事実でしょ。そのだいたいね、親鸞聖人がね、高僧和讃というのがありますよ。高僧和讃の中で七高僧の中の一人に、どんだん歌唱っていうの、その親鸞聖人親鸞聖人がその親鸞聖人はこの乱を取って親鸞って言ったんだね。それくらい、親鸞聖人尊敬してる人です。この鈍難箇所っていうのはね、初めはね、シナの人ですね。シナのもっとずっと初期の人です。新鮮説を信じてね、仙人の修行してたんだね。それで木の上でもって、大きな木の上に登って、それでそこで仙人の修行をして、そこにね、木の下に菩提樹って、菩提樹三蔵っていうの、これも仏教史に出てくる人が、菩提樹三蔵が通りかかった。木の上で変なことしてるんだよ。あったら木の上で何してんだって言ったら、そしたらこれか、これはこの修行はね、この修行をすると200年生きられるんだっつって、威張って答えたんじゃない。そしたら菩提樹がね、それじゃあ201年目はどうするんだって言ったらね、どんらん箇所は途端に木の上から滑り落っこちゃったそして菩提樹に201年から先はどうしたらいいでしょうって聞いたっていうかね。それで初めてあれですね、仏教を信じて仏道修行が入った人です。だから親鸞聖人の高僧和讃にね、本師鈍難箇所は菩提樹師の教えにて宣教を長く焼き捨てて浄土に深く着せしめきっていうのが初めに出てくる。つまりね、短命より長寿、病気より健康っていうね、そういうふうに願う分別心を持ってた。で、そういう分別心を働かせんなら、もう一つ進んで、死んでも死なない命っていうね、この永遠の長寿っていう、ね、どっちどう転んでも多い命っていうね、そういう生命的価値観にまで転換しなきゃ中途半端ですよ。沢木老師も最後の頃に私にあれが今から思うと、あれが沢木老師の最後の言葉だな、遺言だなと思ったのはね、わしたちはな、70年や80年で死んじゃうような命生きたんじゃつまらんぞよって言われたね。あれがその当初は分からなかったもんね、そんなに。ところがだんだんそのあれしてみて、あれが沢木老師のいわば最後の言葉だな、遺言だなっていうね、今になってつくづく思う。で結局ね、その人間的理性の分別を働かせる限りは、この生死を一目に見て、で生死あることなしっていうね、絶対一元の生命実物、そういう光明の中で生きるってことね、そこに寄与しなきゃな。そしてそういうところをまた拝むんじゃなくちゃ。
ところがそこへ帰って、そういう絶対一元に帰って拝んで見てみると、もうすでに我々絶対一元の中に生きてるんだということだね。そしてそういう絶対一元の世界で生き死にしてるんだ。そういうところをだからまたね、深まっていかなくちゃ、合格不合格のないところへね、それをただ主観生じしていくわけです。いやだからね、本当に合格不合格の分かれる以前って言ったら、もう合格ってはみんな合格なんだ、不合格ってはみんな不合格なんだ、どうせね、ただそこにどこまでも深まっていく、そういう天地いっぱいの生命の実物を今ここで仰ぎ出すって、これが主観生じでしょ。それだからね、そういう主観生じ、天地いっぱいをまた、これだから天地いっぱいの生命が天地いっぱいの生命にだんだんだから深まってくる、螺旋的にね。だから今私の書いた天生じっていう、あれ初めから天地いっぱいの命っていうとこから始まってる。そしてそれを拝む、あ、奇妙する、そして拝む、そして主観生じする。その主観生じっていうのは何かっていうと、天地いっぱいの生命。それで、その結局ね、初めに言ったようにね、その我々その生理的に生きてるっていう、これはまあエネルギー持って生きてる。そのネットの中にね、仏法っていうティーバッグを入れるわけだね。そうするとそのティーバッグからこう仏法が盛んにこう出てきて、それでこう深まっていく、濃くなっていく。それがね、いわゆるその我々の宗教生活ってものだ。まあそういうつもりでね、まあ、こんなチャチなね印刷物ですがね、しかしながら、まあ、その天皇たる仏典の言葉はこれ極意の中の極意なんだから、まあそういうつもりで、皆さん味わっていただいたらありがたいと思います。この庄司国師匠の話です。Yo